おはようございます。釣り子 TV です。ようやくですね、これ一袋買うことができました。ピラップスイマーということでですね、ボトムアップのシャットテール、これを一つ買ってきたので開けていきたいと思います。価格はですね、853円で買いましたよ。ね、853円ということで、まず大きさが 4.2 インチ。でカラーね、発売したばっかだったのか選べたんですけども、スモーキンシャッド、ね、スモーキンシャッドという色を選んでみました。これは、まあ、パッケージは結構、シンプルなんで特に説明書きとか書いてありませんね。推奨フックはワイドゲイプオフセットだと、40番、ナローゲイプオフセットだったら50番ということで、ワイドな針だったらちょっと寸詰まりのやつね、こう薄い作りのね、ワームに沿ったような、なんていうんですかね、ナローゲープだったらちょっと後ろの方まで針先が来る、50番使ってねということで、ちょっと大きめの針を背負わせる前提で、組まれているということですね。じゃあ早速開けていきたいと思います。どんなね、まあ外から見ても分かるからね。まずこのパッケージが丁寧ですね。このブリスターパックでお尻の形がね崩れないように、こう几帳面なね、これで持ち運べば釣り場で開けたらすぐにね吊るしの状態で一番いい動きを出してくれるよっていうのが感じられる、そういったケースです。でまず匂い、なんかついてますね。甲殻類のなんだろう、なのに匂いの、秘密はここには書いてませんね。で、どんな感じの形かということで、はい、出てきましたが、出してみるとね、シンプルだけどやっぱ丁寧ですね。こう綺麗だし、で、まあ、この手のワームってものすごいいっぱいありますからね。あのワンナップシャッドをはじめですね、各メーカーからこの手の形ってのはもう必ずあって、でどれもねアイデア満載ですからね。あとはどう使い分けていくかっていう感じですけども、まずねパッと見て感じるのが、この口周りにね一箇所こうボコって出てるんですよ。これ見えます？唇みたいなのが、これなんですかね。ちょっとでも張り持ちを良くするためのちょっとした工夫ですかね。嬉しいですね。まあ結構ねこの手のやつ、オーバーハングとかにビシビシビシって入れていくっていうことになったりするんで、そういう時も崩れづらいよっていうことかな。ちょっと膨らんでいて、あとはねすごい丁寧にお腹と、お腹ねこれ、あと背中に針先をちょっと隠す、くぼみがあります。でこのくぼみの感じが非常に丁寧な感じだなぁとパッと見て感じることができます。でね、目で見てね、こう塩いっぱい入ってんなぁってのがねすごい感じますね。ノーシンカーでもバヒョンって飛ばせるようにっていうことですかね。もう見える範囲で、あ、こりゃ飛びそうだわっていうぐらいめちゃくちゃ、塩が入っております。でテールはこんな感じ。これね結構自分好きなんですよ。こう下の方が広がるようなこの丸、この形状ね案外好きなんで、これはちょっとありがたいなというところと、あとはですねこれ、角度でわかるかな、こういう三角形ですね。こっちが下、こっちが下ですよ、上の方に頂点があるような、下が平らな三角形になってますね。ここら
辺が使い分けのどっちどうしようかな、どう使おうかなっていうところの肝になるんじゃないかと思うんですけど、こう手で持つとね、この頭の方は丸いんですけど、このボディの方はね、この三角形の頂点が真上に来てるっていうのがよくわかります。これによって泳ぎは安定感がありそうなのかなっていうのを、感じますね。というわけで、まあね、形を見ていって、まあシンプルな形なんで以上って感じなんですけども、嬉しいなと思って、釣り具屋並んでて嬉しいなと思ったのがね、これ5本入りね、5本のシャットを、テールがあったら、で4インチ前後の釣れ線があったら、もうね、しつこいようですけども、本当自分アラバマリグが大好きなんですよ。ね、ちょっと寒い時期にやるアラバマリグの釣りが好きで、で従来ね、パワーゴビーってね、バークレーから出てた、ワームを使っていたんですけども、それが廃盤になってしまって、中古でいくつかね手に入れたりはしたんですけど、それもいよいよもう底をつきそうだっていうことで、もういい、もうあれとはね決別するってね、いや売ってないですからね、買えないから、ちょっとねお別れの時が迫っていまして、でそれに代わるシャットテールワームをね探し続けてるんですよね。それになんか結構ね、一緒では全くないですよ、全く違うんですけども、なんかね似てるんですよね、この全体的なバランスが。パワーゴビーはね4インチとあと5インチがあったと思うんですけど、5インチってあんまり自分関東で釣れてなくて、主にね4インチのやつで結構ねダブルヒットしたり、真冬に50近い魚が釣れたりとかね、いい思いさせてもらってるんですけども、これね釣り具屋で見た時にこの 4.2 インチってところがねまずビビビビッときたんですよね。で結構ねケイテックのスイングインパクトとか、あとはねエバーグリーンのヘッドシェイカーとかね、いろいろちょいちょいね試してるんですよ。このままじゃダメだって、パワーゴビー本当になくなったら俺もう本当終わるなっていうね危機感から、あとはそうですねワンナップシャットとか、いろいろアラバマの具にして試しているんですけども、未だね自分の中ではねパワーゴビーを超えるね当たりの出方のねワームってのが見つけられてないんですよね。まあちょっと投げるスピードを巻いたりとかね、いろいろねいろんな要素が絡まってると思うんですけども、自信を持って投げ切れるワームが欲しいなといったところに、これがね新しく出て4インチほどだよというところと、丁寧な作りのボトムアップの製品だよというところと、あとね5本入ってね、これはね4本だと困るんですよね。全部の針につけたいんで、じゃあもう1泊買うかみたいな展開になってくるんですけどもね、最初から5匹入ってるっていうのは非常にありがたい。というわけでね、まあいろいろ使ってはみるんですけど、一番の目論みはアラバマリグの具、あとはね、この手のワームで効くのが結構通年通して釣れたんですけどね、ヘビーキャロライナリグの具でこのサイズ感のこういったワームがものすごい釣れる瞬間っていうのがあって、万能でいつもがいつもっていうわけじゃないんですけども、普段はねホグ形状のやつとかそういうのが効くんですけども、自分は確かね秋口ぐらいの主に餌を追ってる、まあ魚の餌を追ってることが多い時期なんですかね。そういう時にこのシャットテールのワームのヘビキャロねで、結構いい思いをしたことがあるので、まあ、とりあえずね直近の釣りとかではそのヘビキャロの具にしたり、あとはまあノーシンカーにしてねオーバーハングのところにスキッピングしてビビビビって入れるとかね、そういった使い方していこうかななんていう風に考えております。あとね重さね測っときますかね、この塩入りなんで結構ダスンとしたね重さ出るんじゃないですかね。ということで、はい、じゃあこれね新しく出た、もう2回目ぐらいの店頭に並んだ感じですかね、ボトムアップの新しいですね、このピラップスイマーの 4.2 インチ、これは何グラムでしょうか。
12.9g、まあ、7位になりましたけども、っていうことはこれ、40番とか50番の針を、乗っけたらもう結構ねコンパクトなんですけど、およそ2分の1オンスぐらいまでいくんじゃないですかね。14-16g ぐらいまでセッティングによっては脳進化なのにいっちゃうんじゃないかな。っていうことはかっ飛びますね。うん、ベイトフィネスと言わず普通のレギュラーのタックルでちょっと太めの糸とかでもズゴゴゴゴとね、遠くに投げたりもしくは入れ込んだりするのに、まあね、こうね持つと分かるんですけど、この一本のこの重さがねかなりずしっとくるんですよね。およそ 13g 近くあれば、今13って表示されてますね。 12.9 になりましたが、これはカットビワームになるっていうことですね。で、の割にこの重さにしては絶対コンパクトだと思うんですよ。ここら辺がちょっと各いろんなメーカーのやつとの使い分けの一つになってくるのかな。またね、雑誌とかでもどんどん出てると思うんで、一回ねちょっとそういうの読んで勉強しないといけないんですけども、まず初見の何でもない印象としてはこのサイズ感の割にガシッと重さがくるんで非常に使いやすそうっていうことですね。で、この三角形ボディとこのテールの、まあ、そこまでぶっといでかいテールってわけじゃないんで、結構タイトで優秀な感じの規則正しい動きを出してくれるんじゃないかなっていうことで、まあ、ケイテックとかね、あっち系のこの手のワームに近いような、ね、スイングインパクトとか、まあ、あれはリブがあったりとかまた全然違ってくるとは思うんですけども、まあ、気分で使い分けるかメーカー好きなところで使い分けるか、ただね、信頼の川村幸太郎さんが、開発にすごい全精力をかけて送り出したっていうことでしょうから、まずは、大信頼のワームになってくるんじゃないでしょうか。というわけでもうね、もう開けてつらつらと語ってきましたが、まずねチャンスがあったら、ハイシーズンにね使ってみて、でそこで自信をつけて、最終的にはまあちょっとねこれから訪れてくる冬場のね、いろんな使い方にね、期待していこうかななんていう風に考えております。というわけで本日の釣り講 TV は、川村幸太郎さんのボトムアップから新しく出たビラップスイマーの 4.2 インチ、これを買ってきてみたよ、開封してみたよ、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。